とある古びたアパートの一室。若者はネットのチャンネルを使って実況生放送を行っていた。ああ、母さん。いつも仕送りありがとうね。なんかもう俺ダメみたい。大丈夫だよ。死んだりなんてしないって。職場？もういじめとかないよ。今週末には帰るから。母さんの味噌汁飲ませてね。楽しみにしてるよ。じゃね。はい。老人はデパートの屋上で刃物を持ち大騒ぎしていた。近寄るな！お前らみんなして俺をいじめやがって。みんななくした俺をこれ以上どうしたいんだよバーカ。近寄るなって言ってんだよバーカ。わかったわかったから、まずは落ち着いて話をしよう。とにかくこっちに来なさい、危ないから。やめなさい。おい、会長、大丈夫ですか？ええ、大丈夫よ。ありがとう。数日前から各地で起きている例の目撃情報や不審死、例の干渉している事件が昨日から爆発的に加速している。心霊情報目撃アタック。本日の目撃情報は恵比寿駅付近のこの民家とこのアパートとこの社宅。スタジオの峰屋さん、見てますか？変死事件の分布図ですが、これほどはっきりと世間が認識するほどに。お願いします、早く愛ちゃんの足取りを探してください。わかりました。官房長官も現在調査中と繰り返すばかりで、国がなかなか情報を発表しないため、被害地域では苛立ちの声も高まっているようです。えらいことになってきましたな。そちらの現場はいかがですか？最近はこれですね。
飛ぶように売れています。除霊グッズ。はい、除霊。はい、ミニオフダやゴフシール、除霊水晶など一部のコンビニやホームセンターなどで販売されていたものなんですが、こんなご時世になり飛ぶように売れてまして、現在入手困難を極めています。まるで震災時の水や食料のように買い占めまで起こっているんです。へえ、聞くんですかそれ。というかそもそも変死事件が発生したってだけで、まあ、幽霊とか関係ないでしょう。まあそうなんですが、やはり不安が高まっているせいでしょうか。部屋の窓ガラスに張り付いた髪の長い女性の霊らしきものにゴフを向けると悲鳴を上げて消滅したとか、まあそういう類のいろんな話が飛び交っていまして、都心では今一大心霊フィーバーが起こっています。なるほどな。ちなみにいち早くこの現象に目をつけて除霊グッズの販売を始めたのが、こちらの商品にも書かれている公益財団法人 PL 振興社というところでして、健康食品や波動水など実に幅広いジャンルの商品を安価で提供している会社なんです。あら、これコーン先生の会社じゃない？ペットボトルの水1本で5万とか、まあ眉唾なものとは違って普通に水の価格だったり買いやすいこともあって一気に広まっているようですね。それでは引き続き東京上空球体問題です。新しい情報が入ってきました。防衛省の発表によりますと、東京都上空に突然現れた巨大な黒い球体ですが、周囲半径500メートル内に特殊な電磁波が出ており、計器が乱れて操縦に影響を及ぼす危険があるとみて、ヘリコプターや飛行機が近づけない模様です。また近くまで飛行した操縦士の証言によりますと、同乗していた隊員が突然暴れ出し機内がパニック状態になったとの話も出ており、依然球体の謎は深まるばかりです。足取りもつかめないか。くそ！まさか行方不明者があんなに増えているなんて。あまりに数が多すぎて警察も個々に対応できないらしい。一体どうなってるんだ。委員長のお母さん心配そうだったね。だな、早く見つけてやらなきゃ。ねえ、岸沼って一人暮らしだったよね。実家ってわかんないの？連絡した方がよくない？ああ、俺もそう思ったんだが、実家の番号なんて知らないし、あいつ家のことはあんまり話さないんだよ。一応電話帳とか調べてみたんだけど載ってなかった。そう、こうなったらクオン先生に言って庭愛子さんのマンションを見せてもらおう。うん、先生には言いづらいけど仕方ないよね。クオン先生にも立ち会ってもらえば大丈夫さ。でも問題は、ん、俺ん家に温泉ができた次の日から先生に連絡がつかないんだよな。私に鍵を渡してくれた後、何でも会社が一大事らしくてそのまま家に帰ってこないの。おかけになった番号は電波の届かない場所にあるか電源が入っていないため。ダメだ、やっぱり繋がらない。今日はもう遅いし
一度戻ろっか。サトシ？どうしたの？ナオミ、行こう。こっちはダメだ。引き返そう。なんだ、あれ。俺から離れるなよ。虐待はなくならないんだ。人間の本質は変わらないんだ、バーカ。階段だ。あの影を突破しよう。サトシ！行くしかない。ナミ！俺をいじめやがって。先生。篠崎さんのいる場所が分かったわ。え？涅槃天神小学校。ちょっと宿題があってさ。もしかして天神症のことと関係ある？大丈夫だ、ミカ。お前は外に出るなよ。
どうしたの、ゆか。サトシ？あ、ちょっとヨシキのところに行ってくるよ。すぐ戻るから。こんな遅くにヨシキ君のとこって迷惑じゃない？明日にしたら？うん、それが急ぎでさ。だからユカ、もう泣くだよ。心配いらないからな。ユカ、お兄ちゃんお出かけだって。私たちでアイス食べちゃいましょうね。早めに戻るよ。クオン先生、ナオミ、お待たせ。どうしたの、ナオミ。しまった、失敗だったか。準備のためとはいえ、ナオミを家に帰らせるべきではなかったかもしれない。やだ、すごい荷物。そんなリュック背負って動けるの、サトシ。だって、天神症だろ。思ったより大丈夫そうだな。ずっとうちの会社に調査をお願いしていたのだけれど、やっと判明したわ。この世に霊の存在が影を落とし始めたのは、きっとあの空間の何かが影響しているはず。愛ちゃんが篠崎家で拾ってきた赤い箱、そこに残っていたかけらをうちの会社の霊媒機で増幅させて作ったの。愛ちゃんが天神症に行くのに使った霊具と同じものよ。それがあれば俺たちも天神症に飛べるんですか？ええ、でも急ごしらえのものだから、一度使ったら霊力のチャージが必要なの。連続して使うことはできないけど、天神症に迷い込んだあの子を私も助けたいの。きっと何らかの理由でこれをなくしてしまって帰れなくなって泣いているわ。もちろん岸沼君も篠崎さんも必ず助け出す。危険だから本当は私一人で行くべきなのだけれど。天神小学校は俺たちの仲間をたくさん奪った因縁の場所なんです。あれがまだ存在しているのなら、そこに篠崎やヨシキがやり残したことがあるのなら、それは俺たちが決着をつけに行かなきゃいけないことなんです。待ってろよみんな、生きててくれ。あなたたち、一体そのオーラ。いえ、聞かないわ。聞いたところで私が役に立てることはきっとないだろうから。先生、力を貸してくれる？サトシ君、中島さん、行きましょう。みんなを絶対に救い出すんだ。ええ、神様、どうか手遅れでありませんように。
ナオミ、おい。サトシ、着いたの？ああ、間違いない。ここはあの天神症だ。ただ、何か少し様子が違っているけど。本当だ。なんか、ところどころ。ぐちゅぐちゅしてる。やだ、気持ち悪い。ナオミ、クオン先生がいない。先生はどこだ？どうしよう、探さなきゃ。前のは私たちみたいに違う場所に飛ばされたのかもしれない。ああ、それにしても随分暗いな。ちょっと待ってろ。よし、あったぞ。なんだよ、この方が暗いとこもよく見えるだろう。そんなに変か？ううん、そういうところかわいい。え、あ、違うよ、そうじゃなくて。それじゃあクオン先生を探そう。そしてサトシと一緒にいるといつもの私が出てくるな。ずっとそばにいてほしい。Thank you.
先生、サトシ君、中島さん、よかった、無事だったのね。はい先生、ここは間違いなく天神症です。そうね、あなたたちのことは私が全力で守るから。うちのクラスの大事な子供たちだもの。岸沼君と篠崎さんと愛ちゃんを見つけて早く帰りましょう。どうしたの？なんでもないです。クオ先生、ユイ先生に見えたか。さあ行こう。私から離れないでね。以上だ。これが涅槃。邪悪な存在に押されてかなり膨張している。大変なことになる前に何とか止めないと。クオン先生、あそこ。あ、人がいる。委員長、岸沼、ねえ返事してよ。ヨシキたちじゃないのか。おい、そこの人。行ってみよう。待って、サトシ君。先生、ダメ、私の手に負えないかもしれない。先生、先生、大丈夫？平気。ごめんね先生、格好悪いとこを見せちゃった。ううん、そんなことない。先生、無理しないで。クオン先生、もしかして近くに何かいるんですか？篠崎がよく言ってたんです。霊を前にしたら胃袋を握りつぶされるような悪感が走るって。
大丈夫。チャンネルが合わなければ害はないわ。え？さあ、みんなを探しましょう。それと、二人とも、悪霊はよく人を騙すから気をつけて。はい。さあ。行きましょう。休校になってたね。連絡網くらい回せっての。うちの学校こういうとこ情弱っつうか、なんつうか。さつきちゃん、前の学校ではこんなことなかった？ないない、もっとネットワーク強かったよ。ゆかち、せっかくだからゆかちのうちのお風呂入りに行っていい？さつきちゃんも早くお家戻らないと、お母さんたち心配するよ。ないない、もっとない。うち放任主義だもん。もっと言うと私のことは諦めてるし。またそんな。君がゆかちゃんか。そうですけど、あなたは誰ですか？ちょっと、誰よあんた。ロリコン？ユカチになんのよ。お兄ちゃんは天神症に行ったよ。え？ん？でも、お兄ちゃんはヨシキさんのお家に行ってそのまま帰ってこなかったから、きっとお泊りして。それは君を守るための嘘だよ。そして今、命を落とすほどの大ピンチなんだ。助けたいかい？信じちゃダメだよユカチ、それこそ嘘に決まって。あの、ユカ、助けたいです。ユカチ？いい子だ。そのオーラ、本物だな。篠崎幸子と触れ合ったからか。じゃあ行こう。いざ天神省へ。待って、ユカチ、怪しすぎるよ、このロリコンパーカー。何言ってるか全然わかんないし、デタラメに決まってんじゃん。さつきちゃん、ごめんね。この人の言ってること、ゆか、わかるの。天神症の名前と、幸子ちゃんの名前も知ってた。デタラメじゃないと思うの。賢い子だ。もう、ゆかちん、もう。だったら、私もついていくかんね。勝手にするがいいさ。お前に興味はない。涅槃で迷子になっても助けないからな。はあ？超意味不なんだけど。ユカチに変なことしたら噛みつくから。その暴言覚えてるよ。くそ、曲がりのやつどこに消えやがったんだ。一瞬こっちの方であいつの頭が見えたと思ったんだが。
ってやらなきゃ。篠崎が心配だな。とはいえここであいつを逃がすわけにもいかねえしな。どうする？お帰りなさい。誰だ？誰かいるのか？ラン、お帰りなさい。誰だこいつ。なんとなく見覚えがあるような気もするが、いや知らねえやつか。この野郎また出やがった。わかんのか？こいつ。ナイト君。ナイト君。いるんでしょ？開けて。なんだこいつ、さっきから誰と間違ってるんだ。お願い助けて。悪魔に体を乗っ取られて操られているの。んなもん信じられるかよ。あれ
もしかして行っちまったのか。おお、なんだ。篠崎、どこだ？篠崎。まさかプールの中ってことはねえよな。私たちの先生じゃない。私たちの先生はあなたじゃない。帰って。篠崎、お前どうしたんだ。先生、ダメ、入らないで。サトシ君、サトシ！なんだ一体？大丈夫？サトシ！
ああ何よ今の。先生、とにかく離れるの、走って。先生、さっき篠崎の。心配しないで。悪意の塊が見せた嘘、幻覚だったわ。本当に？ええ、だから安心して。とにかく二人とも無事でよかった。先生も怖いの？しないで。もう誰にも死んでほしくないの。ありがとう、高島さん。Thank you.
ってきましょう。はい。お前が困っているなら必ず駆けつける。あんまり人のこと見くびるなよ。ほんとおめえはよ。これはどういう状況だ、篠崎は。すまねえ、途中まで一緒だったがはぐれちまった。プールで曲がりってやつに大事なもん取られちまったな。篠崎に待ってろって言って取り返しに行ったんだが、結局そいつを見失っちまって急いで戻ったんだけどよ、篠崎もいなくなってた。ちょっと、なんで委員長を一人にしたの。仕方ねえだろ、取られたもん取り返さないと俺たちは帰れなくなるんだからよ。よしき、それなら心配ない。クオン先生が持っている石で帰れる。俺たちはそれを使ってここに来たんだからな。何？マジかよそれ。本当よ、岸沼君。だから一緒に篠崎さんを探しましょう。
おい、この子はもう国家仕掛けているわ。かわいそうだけど、もう何もできない。逃げましょう。はい。ああ